ミヤディ。おお、エム。今からちょうどママ様に会いに行くところだったんだ。お前も一緒に行こう。ママ様ってもう言い直さないんだね。ああ、もう隠しても仕方がないんでな。堂々とママ様と呼ぶことにしたよ。材料が全て揃ったんで、今日はママ様に親子丼を作ってもらうんだ。すごく美味しいんだぞ。イムも一緒に来るといい。ミヤビ、僕は行かないよ。どうしてだ？ミヤビ、僕たちは元の世界に帰るんだ。どんなに苦しくても、どんなに悲しくても、人は今を生きるべきなんだ。ママ様と生きることが私にとって今を生きるということだ。ミヤビ、僕と勝負しろ。それで僕が勝ったら、ミヤビは元の世界に帰るんだ。ミヤビが勝ったら、僕はもう何も言わない。ミヤビはこの世界で好きにすればいい。エム、お前だけは私についてきてくれると思っていたのに。そうだね、ミヤビ。僕は今までずっとミヤビについてきた。でも今回はそれじゃダメなんだ。いいだろう、イム、勝負だ。私はお前を倒して母さんとの暮らしをつかみ取る。それが嫌なら私を倒してみろ。ああ、この命に代えても倒してみせる。そしてミヤビを連れ出す。過去から今に。いつだってミヤビを救うのは僕だ。もうどうか。
強くなったな。驚いたよ今。違う、雅が僕になんか負けるわけない。
わかるよ。手を抜いてわざと僕に勝たせたんだろ。約束は約束だ。私は母さんと別れてお前たちと元の世界に戻る。みやび、私だって分かっているんだ。夢はいつか覚めるものだと。だから誰かにきつく背中を押してもらいたかったのかもしれない。ありがとう、イム。お前のおかげで私は。いいんだ、みやび。大丈夫、行ってくる。母さんと別れるために。技をひらめいた。